やっぱエッグも昔見てましたし、やっぱり可愛い。いろんなギャルがいる中、なぜ白ギャルになったの？もう二度とやりたくねえとかならないんですか？どの部分がギャルで、どの部分が清楚系って、ゆうちゃみさんはガングロという文化をご存知ですか？ちなみにひろゆきさんはガングロ好きだそうですっていう。もちろん、やっぱエッグも昔見てましたし、はいはいはい、やっぱママもギャルだったので、ギャルなので、知ってます。もちろん。それって試したりはしてないですか？あ、やりました、私。一回やったみたいな。はい、はいはい、どうでした？やってみて。やっぱり可愛い。あ、そうなんだ。なんか、もう二度とやりたくねえとかならないですか？ないない、可愛いってなったし、なんか、めちゃくちゃハマってました。へぇ。でもそのなんかその当時のその黒くする系のギャルとかヤマンバってその清楚系ともう明らかに違う感じだったじゃないですか。はい、そうですね。でもゆうちゃみさんみたいにその色白です、ウェーブかけてますってもうあんま変わんないじゃないですか、清楚系と。そうですね。なんか どの部分がギャルでどの部分が清楚系ってなんかもう区別があんまなくなってきてる気がするんですけど。なんか、そこがめちゃめちゃ難しくて、そのギャルに対しての区別っていうのが、うん、やっぱいろんなギャルが今いっぱいいて、なんか、まあ、昔はガングロギャルっていうのはギャルだったんです。ヤマンバとか。うん、今は、やっぱ時代に合わせてみんなギャルの風潮を変えてほしいっていうか、私は今白ギャルっていう白いギャルみたいな感じでやってるんですけど。やっぱ清楚の子たちとか絶対つけまとかつけないじゃないですか、カラコンとかでかいのとか。あ、はいはい、うんうん、ファッションとかもミニスカとかも履くけどタイプも違うし、タイトスカートとか、うんうん、なんてロングブーツ、ルーズソックスとか持ち物も違うし、はいはい、だマインドが違いますね。一番はマインドなんだ。うん、だから、本当に今ね、すごいウサギャルとか姫ギャルとか白ギャルとかいっぱいいるんですけど、はいはいはい、令和は白ギャルだよねっていう風潮に私はしたくて、ほう、今白ギャル広めてます。へえ、じゃあ清楚系の人とはそのなんか何が違うっていうと、そのマインドになるんですね。ギャルマインドが違いますね。やっぱ自分がギャルだと思ったらギャルだし、はいはいはい、自分が清楚だと思ったら清楚だしっていう感じですね。ほう、じゃあそのギャルって呼ばれるのは割と誇りに思ってる。だから、最近その、なんて言うんだろう。もう昔の人っていうか、その、令和の人じゃない人って、やっぱりギャルに対してのイメージが黒いとか、うん、白、なんかここが白いみたいなとか、スケマ3枚みたいな。でも今の令和のギャルは違うよっていうのは分かってほしいなっていうのは、やっぱ思いますね。その、モデルさんって呼ばれるのと、その、ギャルですって呼ばれるのってどっちの方が嬉しいんですか？ギャル。あ、そうなんだ。はい、なんかその、まあ、モデルももちろん嬉しいんですよ。やっぱり誇りに思ってるし、うん、嬉しいけど、やっぱね、ギャルでずっと生きてるから、そんな急にモデル扱いされるのも嬉しいけど、モデルみたいな言われると、なんかおこがましくなっちゃう。あ、モデルはちょっとおこがましいですね。そう、いや、みたいな。へー。ありがとうございます、みたいな。へー。